憲法普及会は、1946年12月1日、GHQ の指導により、貴族院、衆議院の両院と政府が、帝国議会内に創設した、日本国憲法を普及するための団体。1946年12月1日、帝国議会内に設置。会長に、衆議院の憲法特別委員長だった、足田仁、副会長に、金森徳次郎、 理事長に、林常司、理事に、宮沢敏義、鈴木安三、末川博士、河村又助、田中次郎、横滝三郎、清宮四郎、浅井清らの学者のほか、入江敏郎、山浦寛一などが選出された。帝国議会廃止後は、文部省社会教育局が管轄する同省の外閣団体となり、各都道府県の支部があった。 新憲法発布祝賀のため、東京都と憲法普及会の共同で運行された花電車。法学者らを講師として、公務員に対する研修を行った。1947年2月15日から5日間、同会主催の憲法普及特別講習会が開催され、各省庁等から推薦を受けた職員約700名以外にも、東京帝国大学の学生に対しても、 特別に傍聴を許可したことにより、毎日1000人を超える受講者が詰めかけた。また、各地の一般向け講演会も開催した。さらに、新憲法に関する検証論文の募集、楽曲、カルタ、出版物の制作と普及などを主な事業とした。同会の資金、企画により、劇映画なども制作された。1947年6月20日の閣議決定。 新日本建設国民運動要領で憲法普及会と同会を主体とした日本国憲法に基づく政治教育運動の推進が謳われた。1947年11月3日、新日本建設国民運動民主政治教育連盟等とともに平和祭を実施。1947年末解散したが同会編名義の観光物が 一般の出版社から1948年になっても出回っている。1947年8月25日、国会議員らによって民主政治教育連盟が発開し、同会の活動を引き継ぐ。憲法普及会の企画、資金提供で作られた、東方映画、戦争と平和の一場面同じく同会の企画、資金提供で作られた、大英映画、 創始劇場の一場面、ありがとうございます。